こんにちは、松野さん。確かにね、弾き語りをする時のカメラアングルっていろいろと試行錯誤だと思うんですよ。まあ私みたいにトークだけの場合はね、カメラ適当に据えて音声だけ入ってればいいかなっていう非常に乱暴なものなんですけども、ピアノっていうのはね、確かに結構広い空間で遠くから全身が映るような形で撮られてる方っているのかなと思います。そのピアノのブランド名もしっかり入ったりとか、場合によっては足元がね撮れるようになって足の動きもちゃんと拾えるようにとかってあると思うんですよ。で、真上から、見るような形で鍵盤が見えて頭が見えてっていうのもあると思いますけども、どうなんですかね、ここプレイヤーのこう正面からカメラが当たるような感じもあるのかなと。アングルっていうのは本当にいろいろと厄介ですね。ちなみにそのピアノ講座の方なんですけども、ピアノを初めて目の前にする方が一番最初に押さえるものとかやることっていうのがもしかしたらあったら、そういう順番でピアノ教室に通った初日はこれやりますよとかね、で2日目はこれですよとか3日目はこれですよみたいなのがあるのかなとも思いますし、でそれからピアノは鍵盤を目の前にする前に、まあ、できることがあるんだったらそれもみたいなね。例えば鍵盤の呼び方とか、あの部品の、ね、名前とかね、パーツとかね、で黒いところと白いところはどういうふうに呼び分けるんですかとか、そもそもドレミアソラシのドはどこから始まるんですかみたいなね、そういうふうなピアノがなくても覚えられることとかもあるのかなと思っちゃいましたけども、その辺もいかがですかね。まあいろいろとこれから松潤さんの企画始まるみたいで楽しみにしております。それではまた動画の方送ってください。失礼します。